こんにちは。キリン3214。ツイッターのアカウントだと、オーガイと申します。普段はですね、ご覧の通り、パイプタバコが好きな人間でして、パイプタバコの動画をよく上げています。ちなみに今日吸ってるのは、イングリッシュサマーフレークっていうタバコですね。で、今日、というか最近ですね、ちょっと思い立ったのきっちりということでやってるんですが、社会に発信したいメッセージみたいなものがあったら、よいしょ。どんどん取っていこうかなって最近はちょっと思ってます。で、試験も含むので、間違ってることもあるかと思いますが、私の動画なので、自分の好きなように、公共の福祉や、領俗に反しなければいいかなと思ってやってます。そんなことどうでもいいんだ。今日話そうと思ってるのはタイトルにあると思います。ベルトコンベア方式、大量消費、大量生産社会ですね。で、ぶっちゃけると、今の社会のあり方の若干批判になります。何を言いたいかというと、ベルトコンベア方式、多分多くの人ご存知だと思います。こう物が、これマッチ箱ですけど、こうベルトコンベアでこう流れてきて。で、そこにこうロボットとか人が手を加えていって最終的に1個の何か製品が完成するっていう方式ですね。で、なんですが、これは、ベルトコンベア方式っていうのはやり方じゃなくて思想なんですよね。思想なんですよ。ベルトコンベア方式ってどういうことかっていうと、分かりやすいのがっていうか、まさにそうなんですけど、日本の学校ですよね。教育課程があって、で、小学校、中学校、高校、大学と、あって、大学は、いろいろ専門性が分かれてくるんですけど、高校くらい、高校でも若干分かれてくるかな、専門性がね。小学校、中学校までは、同じ教育課程、同じ勉強のスピードで、で、進んでいく。で、それについてこれなくなると、落ちこぼれて言われる。逆に、あんまり知られてないんですけど、あまりにもできすぎると、吹きこぼれって言い方もされるらしいですね。煮立ったものからこうお湯とかが汁が鍋とかから吹きこぼれるみたいに、要は上がりすぎちゃって、もうそんなのすぐ終わってんのに、終わってる勉強なんかすぐもう理解したのに、もう先に進めないっていうことですね。っていうことがあるそうです。で、落ちこぼれとかも吹きこぼれとかもそうなんですけど、言ってるして中学校、高校、専門学校とか大学とか、中卒で就職する人ももちろんいるでしょう。高卒もいますし、専門学校卒、短大卒、大卒、大学院卒とか、様々いるわけなんですが、で、行って、で、社会に入って、で、日本の場合は、日本がある意味特殊なんですけど、大卒、学校卒業と同時に就職する人が日本が多いですね。日本はなぜかわかんないですけど、よくわかんないですが、そういうのが多い。で、入って、そこで業績上げられなかったり、うまく社会、その会社に馴染めなかったりすると、お前は悪いやつ。とか言われて、レッテルを貼られて、結局除外されていく。もしくは、社会に馴染めず精神的に病んでしまうと、お前精神病院行け、精神科行け、心療内科行けって言われるような社会なわけですよ。で、これって、要は、ベルトコンベア方式と同じで、ベルトコンベア方式であった場合、不良品も確かに出るんですよ。極端なこと、間違いなく。例えばワインだったらラベルがずれてたとか、印刷するもんだったら、印刷がちょっと若干ずれてて、ちょっとこれ製品なんねえなってさ、出てくるわけですよね。で、例えば、そういうのがあるわけですよ。で、実はそれ人間にも当たり前ですけど、言えることで、要は、そういう人たちをまとめて、悪い言い方で社会不適格者とか言うわけですよね。もちろんそれが、悪い方面での社会不適格者もいるわけですよ。例えば、悪事に走っちゃうとかね、そういうこともいるわけです。ただでもそれはある意味でしょ。しょうがないとは言いません。悪事を働くことね。しょうがないとは言いません。そういう人も出てくるわけです。それとはまた別にね、個性があって、社会に馴染めない、社会とか企業とかにね、あと会社とか学校生活とかに馴染めない人もいるわけですよ。で、それを一概に一括りにして、そいつらはダメなやつだっていうのは、本来私は間違っていると思ってるんですよね。なぜかっていうと、私もそうなんですが、個性が強い人って、私もそうなんですけど、悪が強いというか、言い方悪い言い方すれば私もそうなんですけど、変人です。変わってます。
で、よく人よ人と変わってるっていうのは、まあ、変わってない人っていないんですけど、まあ、言ってみれば許容範囲の、社会が許容している範囲の中から外れると異常とか言われるんですよね。その許容範囲で誰が決めてるかっていうと、マジョリティ、多数派なんですよ、結局のところ。例えば、私は IQ が158あるんですが、これってね、実は異常っていう風な数値に入るんですよ。ただ、それって異常なのかって言ったら、自分自身はあんまり異常と感じないんですよね。なぜかっていうと、要は 95% の中に入る人はまあと思う。で、それ以外の上 2.5%、下 2.5% はまともじゃないっていうか異常だっていうふうに一応言われてるらしいんですね。で、まあその上の 2.5% に私は入っちゃってるんですよ。で、それで異常だって言われても、って感じなんですよね。で、これまあいろんなことに言えることで、で、そしてね、これね、ある意味矛盾してるっちゃ矛盾してるんですけど、まあ矛盾してはないと思うんですが、世の中でまあ財を成したり、まあ何か新しい発見をしたり、成功したりとか、まあ何でもいいですけど、そういう人たちって、はっきり言って、そういったマジョリティ、多数派じゃない人です。で、言ったらもう当たり前ですよね。だってそういった歴史に名を残す人、異様な人に言う人って、少数しかいないんですもん。多数派じゃないんですよ。言い換えれば多数派でいる限りは、ちょっとまああんまり俗な言い方するとビッグにならないです。間違いなく。もしくは自分の生き方を探せない。多数派の中での生き方しか探せなくなっちゃう。で、何を言いたいかっていうと、個性、もしくは自分の特徴、まあ分かんない部分は分かんない部分でいいんですよ。こういう風な感じじゃないかなとか分かりかけてきたら、それを大事にしてほしいんですよね。で、なぜかっていうと、それが強みなんですよ。その人にとって。で、同じように社会でも、この人はこういう個性がある。だったらこいつにはこういうことさせると会社の発展にいいんじゃないか。もしくは成績伸びるんじゃないか。とか、こいつはこういう分野で力を出すんじゃないか。っていうのを見つけてやって、それをうまいこと引き出してやれば、社会が間違いなく発展するんですよ。で、私が感じるのは特に日本に感じ、経済で特に感じて、でどういうことかっていうと、なぜ日本の企業は、アメリカやヨーロッパの企業にでかくなれないのか。多分私そこが一番大きな原因だと思うんですよね。使える、こいつはこういう部分が優れているっていうのを分かったら、引っこ抜いて、そいつが活躍できるところにうまく動かすような力がないんです、多分、日本の企業。と私は感じてます。勝手に来られて、私の思想ですよ。私の個人的な意見です。で、その個性とかね、そういったものを大事にしている人は、なんていうかな、うまくいってるって変ですけども、まあ、社会をうまく生きてるっていうのはちょっと変なんですけどもね、うまくいってるような感じがします。で、私ははっきり言って変な人です。ですから、今の職場に馴染めてることが半分奇跡というか、まあ、上司が理解する人だったっていうのが、まあ、運がいいんですけどね、っていうことがあります。で、そして世の中にはいろんな人がいます。自分より収入が高い人、自分より収入が低い人、社会的名誉がある人、ない人。でも、金とか名誉とかって、まずぶっちゃけだし、生活できてるのはやっぱ二の次なんですよね。何が大事かっていうと、自分の生き方です。結局のところ。自分の個性、自分の生き方。個性殺さないでほしいっていうこと。それと、あと、まあ、個性を殺すのであれば、殺すのであれば、個性を殺してほしくないんですけども、殺すのであれば、ちゃんと理由を持って殺してほしいっていう方ですね。言い方変ですけども。で、もし、その個性をですね、発揮できる、もしくはできない、できるのであれば、それでいいんですけど、発揮できないのであれば、素直に環境を変えてみるとか、考え方を変えてみるとか、何かやってみるといいかと思います。特にその世の中、特に日本が特にそうなんですけども、ベルトコンベア式に、小中高大と上がっていって就職するっていうのが普通っていう変なイメージがあるので、私は就職に失敗してます。2回ほどうまいこと言ってないです、はっきり言って。でもまあなんとかなってる。で、人生はそのままそこにあるだけで、どうなるかっていうのは正直わかんないです。私は今パイプタバコを吸ってる人間なんですけども、はっきり言って元経営家だったりします、私はね。で、そういった人もいるんですよ。いるんですよって、まあ自分の例にしとっていいかわかんないですけどね。まあそんなことで、
まあ、個性というものを大事にしてね、でその個性が活かせるような環境に自分を身を置くっていうことが私は大事かなと思います。でもし個性を活かせるっていう環境がもし周りにないのであれば、自分で作っちまうっていうのも手だと思います。まあ自分で自分の我が道を言ってね、起業したりだとか、自分がやりたい仕事でなんとか食っていけるように頑張ってる人とか、知り合いにいっぱいいます、そんな人。だからパイプスモーカーはそういう人が私は多いように感じます。いわゆるステレオタイプな普通の人っていうのはほとんどいないような感じますね。私の感想ですよ、これはあくまで。で、まあ、それでいいんです。多分分かってるんですよ、そういうことをね。だから個性を殺さずにね、自分の強みだと思ってほしい、多くの人にね。それでなんで俺はこんなにダメなんだろうっていうふうに思うかもしれません。でもダメなところもあるけども、いいところも必ず絶対あるんですよ、人って。でそこを考えてほしいんですよね。でダメだっていうことは、ダメな理由がもしかしたらそれが良いことか、何か特徴があってダメなわけですよね。言い換えれば特徴って必ず一長一短なので長所もあるんですよ。例えばのんびり屋だっていうふうに言われる人だったら、それは逆に言うとゆったり物事を考えられるわけですよね。逆にせっかちだっていうと悪いような気がするけど、それは次々と判断を下せるっていう意味では決断力が高いというのも言えるわけですよ。結局のところ物は言いようって言い方変ですけども、捉え方次第なんですよね。現実があるだけ、そこに。で、それを、まあ、感じてほしい。特にね、学校とか職場とかでうまくいかなくて、まあ、泣いてる方、気を落としてる方とかいたらね。で、大量にそういったまあ、ちょっと言い方悪いですけど、社会の需要の範囲内のにいる人を生み出してね、でそれでいいとしてる社会の在り方っていうのは私は正直疑問を感じます。そういう意味でね、そこから外れた人たちは、いや病院に行けや、犯罪者予備軍だよ、警察に行けや、そんなことではちょっとおかしな話ね。むしろそういった人たちが世の中を動かすんですよ。言い方悪いですけど、言い方悪いじゃない、正しい言い方だと思います。多分これはそういった普通の人、まあいわゆるですね、いわゆる普通の人なんて世の中にいないですから。普通の人いますかって手挙げしてみたいですよね。いわゆるイメージするステレオタイプな形に近い人以外の人が世の中を動かすんですっていうことをよく分かってほしい。逆に言うと、今しんどい思いをしているあなたが、これを見ているあなたがね、後々世界を動かすことになる可能性は私高いと思います。そういった意味では、まあそういったことを考えながらですね、生きていただければちょっと楽、心が楽になるかなと思います。別にね、うまくいかなかったからって落ち込む必要はないと、まあ、落ち込むときは落ち込むので、落ち込む必要がないとは言いません。でもそこから何かこう見つけてね、歩き出せばいいんです。そこを出発点にすればね、っていうふうに私は思ってます。でも私も就職で失敗したときに落ち込みました。当たり前ですがって大変ですね。世間で言ういい仕事と思われている仕事についたんでね、でも俺にとってはいい仕事じゃなかったってことで。だから、世の中でいいって言われてることが本当に自分にとっていいかどうかっていうのは別問題で、自分の生き方を探す。まあそれが重要なことかなと私は思います。そういったことが分かってくると少し人生楽になるかな。まあ30前の若造が言うセリフじゃないんですけどね。ちょっと長々となってしまって取り留めの話になってしまいましたが、ご覧になってくださった方、どうもありがとうございました。まあ、多分何が言いたいかっていうのは、大体伝わってるかなと思います。ちょっともし伝わってなかったら、私の言葉不足ですね。なかなか言葉にするのが難しいというか、下手なタイプなので、ご理解いただければと思います。では、今日はこんなところで動画終わりにしたいと思います。ではまた。